フランス国鉄 CC4100 系電気機関車は、フランス国鉄の高直流量用電気機関車である。ヨーロッパ大陸の4カ国にまたがる地域は、古くから現在に至るまで、鉄道による輸送需要が多い地域である。特にフランスのパリベルギーのブリュッセルオランダのアムステルダムドイツのケルンを結ぶ鉄道路線は、その重要性から4都市の頭文字を取って、 部下と呼ばれたり、ケルンを除いた三都市の頭文字を取って、PBA と呼ばれたりすることがある。第二次世界大戦後の1957年により、この区間に全社一等車の T が運行されるようになったが、当初は非電化区間が含まれているなどの理由もあり、T を運営する各国により、専用の機動車を使用して運転が開始された。しかし1960年代に入り、 t の需要が増大するにつれて、従来の軌動車方式では輸送力が不足するようになった。また、鉄道の電化も各国で進展し、電気運転が可能な路線も拡大していった。このため、蒸気区間を走る t 列車についても、機関車、客車の編成とするように改められていった。このうち客車については、フランス国鉄が1950年代に開発した。 ステンレス製の急行用客車ベワトゥアデブイナックス型を T にふさわしい設備にアップグレードしたベワトゥア T イナックス PBA 型を使用することになった。一方、電気機関車については、フランス北部は交流 25KV50Hz、ベルギーは直流 3000V、オランダは直流 1500V、西ドイツは交流 15KV16.7Hz が、 標準の電化方式となっているなど、各国の電化方式がまちまちであるなどの問題があり、国境駅で機関車を交換する必要があった。そのため、機関車交換の手間を省き、複数の電源方式に対応できる新たな機関車の登場が望まれた。このような背景のもとに製造されたのが本気である。まず第一次車として、1964年に4両が製造された。 その後、出力強化などの改良を加えた第二次社として、1969年から1970年に6両が製造された。いずれもアルストムで製造されている。電気方式は、フランス、ベルギー、オランダ、西ドイツの4カ国の電化区間で運用が可能なように、4つの電源方式に対応している。ヨーロッパ大陸の鉄道の電化は、国によって方式は異なるものの、 4種類のいずれかを採用しているが、本機はヨーロッパ大陸全域で運用できるように考慮されているほか、将来の英仏海峡トンネルの開業を見越して、イギリスへの乗り入れも考慮したものとされている。4電源方式対応のため搭載機器が増加し、その結果、車体長が22メートルとなるなど、電気機関車としては、車体が長くなっている。また屋根上には、 各電源方式に対応するため、4つのシングルアームパンタグラフを装備する。なお、フランス国鉄は、現在に至るまで TGV を除き、4電源対応の電車、電気機関車はほとんど保有しておらず、単独の電気機関車として量産されたものとしては、この CC4100 型が唯一の事例となっている。車体は、 CC7100 型や BB9200 系のような従来の箱型車体からは大きく変わり、前面窓の部分を大きく傾斜させたスタイルが初めて採用された。これはフランスのデザイナーであるポール・エルチェンスによってデザインされたもので、短距離走者のスタート姿勢がモチーフとされている。その形状から現地ではネキャシスと呼ばれ、日本では原骨の呼び名で認知されることとなった。 このデザインは1960から70年代のフランスの機関車を強く印象づけるものとなり、その後の多少の形状の変化はあるものの、CC4100 系の後に製造された CC6500 型や BBE7200 系電気機関車、CC72000 系ディーゼル機関車にも同様の形状が採用されたほか、フランス国外にも同様の形状の機関車が投入されている。 また、TO 客車に合わせて、外半にステンレスを採用し、さらに赤色の帯などを巻くことで、TO 客車との一体感が強調され、T 牽引機、国際列車の牽引機としての印象を強めることとも、なった。軸配置は、CC 方式で、6同軸となっている。各台車にモーターを1台ずつ搭載した、1台車1、電動機方式を採用しているほか、高速列車用と、 低速列車用の両方に対応するため、歯車非可変機構も備えている。出力は、第一次車が3 6 7 0ット第二次車が4 4 8 0ットとなっており、最高速度は時速1 6 0トルと時速2 4 0トルの2段階となっている。CC4106 号機は、製造直後の1969年に事故で破損し、 しばらく保管されていたが、1973年にベルギー国鉄18系の製造に合わせて復旧されている。1964年には、試運転で CC4101 号機が時速 222km の速度記録を、翌年には CC4103 号機が時速 230km の速度記録を出している。 製造直後の1964年より T ・ブラバン・オアゾーブ・ルー・エトワール・ジュ・ノール・イルでフランスや国際列車の牽引に充当されるようになった。しかし、西ドイツやオランダへの乗り入れは軸重制限や地上設備の制約があったため、実際にこれらの国に直通することはなかった。そのため、運用区間は事実上、 パリブリュッセル間に限定された。直流 1.5KV と交流 15KV16.7Hz の電気設備は後に撤去され、実質的には直流 3KV と交流 25KV50Hz の2電源対応となっていた。当初の想定とは異なり、運用範囲は制約されていたものの、この区間を走る T や国際列車の牽引機として使用され、 同区間のフラッグシップ機として君臨した。1980年代には T2 に当社が連結されるようになったことで T からユーロシティに変化したものの引き続きステンレス客車を従えて活躍し結果的にその活躍期間は約30年にも及んだ。しかし1996年1月に同区間でタリスが運転を開始したことで これらの客車列車はすべてタリスに置き換えられて廃止されることとなった。量数が少ないこと、老朽化が進んでいること、保守の手間がかかることなどから、他線区への転用などは行われず、1996年に営業運転を終了した。2008年現在、ベルギー国鉄が本機の第二次車をベースに、 18型として1973年から1974年にかけて6両を投入している。こちらもアルストム製である。出力は4 3 2 0ット最高速度は時速1 8 0トルとなっている。CC4100 と同様に T やユーロシティ、優等列車の牽引機としてパリブリュッセル間で運用されたほか オステンド・ブリュッセルリエージュ・ケールン間でも運用された。ただ CC4100 型と異なり、西ドイツへの乗り入れが行われていた。1999年に運用を終了した。その後は前期が保管あるいは保存されていたが、2008年より解体者も発生している。なお、ベルギー国鉄における18系の名称は2008年から、 投入予定の新型機関車に付けられる予定で、本機は初代の18型に相当する。ありがとうございます。